こんにちは、札幌ライブ病室早間頭の後藤です。今回はですね、宿毛矯正、メンズの宿毛矯正で、非常に難しいっていうのは、毛先がこうビビってしまったりとかですね、あとはすごいカッパ見たくなってしまったりっていうことがあると思うんですけど、その辺をちょっとカバーする方法っていうのをちょっとやっていきたいと思います。で、かなりですね、今回のモデルさんは癖がちょっと根元から強いんで、薬をですね、跳ね返しちゃうんですよね。で、水も跳ね返しちゃう状態でなんですよ。なんで水かけても毛髪内部に浸透しないんですね。で、特に毛髪の根元側がもうくるくるくるってこう細かく、ウェーブ打ってるんで、ミリ単位でウェーブ打ってるんで、薬剤も弾いちゃうんですよね。で、毛髪ってカーブがあると薬剤が浸透しづらいんですよ。ストレートに塗るっていうのとウェーブに薬を塗るっていうのは状況が違って、内輪と外輪があるので、どうしてもそのムラっていうかついてないところが出てきちゃうんですよね。で、そういう逸材のムラが結局伸びない原因になったりするんですよ。で、そういう時に、で、この辺はもうちょっとその、これはちょっと限定の動画にしようと思ってるんで、これは、ちょっと蒸しタオルをして浸透しやすい状況をちょっと作ったんですけど、で、それから塗布していくんですけど、まあ塗布しながらもこれをちょっと振っていってやってます。で、危険なのは薬剤が硬いと浸透全くしないんですよね。で、でも緩すぎても毛先について毛先がビビっちゃうじゃないですか。で、前回やってる部分のところかなり悲鳴を上げてしまって、結局その矯正かけたけど毛先が硬くなってしまったりとか、毛先が要はその収まりが悪かったりとかすると思うんですよね。で、特にこういう風な、で、今回使ってるのはそういう時は保護する必要があります。で、ちょっとまだやってないんですけど、ちょっと今急いでやらないとダメなんで、保護する方法としてはもう結局トリートメント剤つけても全く意味がないです、正直な話。なので一剤妨害するにはつけていって、取っていきますね。これでも毛先の、一剤っていうのは残ってるんで完全にロックできてないんですよね。デリケートなんで、もみあげなんて本当ビビっちゃうんですね、すぐね。なのでそういうところは、カバーをしていってください。前髪とかですね、そういうところはなるべく早い段階で、ブロックします。で、千代とか使わないんですけど、なぜ千代を使わないのかっていうと、ということはその状況で千代を使うとどういうことになるかっていうと、それこそ、で、これはすごい大切なことなんですけど、千代を使わない理由がもう一個あって、実はこれ知らない美容師さんも非常に多いんですけど、こう髪の毛がこうあったとしたら表に出てくる、これ矯正がすごい上手な人も多分知らない人本当多いんですけど、全然それダメ間違ってたっていうことなんですよね。で、その根元側にしっかり塗布量がされているかっていうのを、つけなくていいところにちゃんとついてないかとか、そういう塗布量をちゃんとしっかりバランスで取っていくといいと思います。で、根元の方は、5mm スライス取ってパーマ巻いておくといいと思います。で、ちょっと伸びが足りないっていうか、そのつなぎ目のところとこの上にコービングしても取るんですけど、今回はちょっと違うかなっていう感じです。まあ、アイロンもすごい必要で、薬も必要で、相当ちょっと難しい、今日はそういう感じなのかなと。